素晴らしいランニングがありました。7-7の同点です。これで7対7、西武ライオンズが同点で追いついています。第6戦は9回の裏、7対7の同点で迎えました。ピッチャーはなんとここで塩崎投手が出ております。6番手のピッチャー、ね、塩崎が上がっています。いないんですよ。あと残っているのが、あとベンチに入っ て, そして使えるのが、渡辺富美男、塩崎の2人です。5番のハウエルから、はい、もう塩崎しょうがないですね。7回の裏にハウエル、主君の同点ホームランを放っていますが、9回の表追いつかれてしまいました。ヤクルトスワローズさよならのハウエルからです。この3番の違いましたね全然違う、この5番の5番、ね、ハウエル選手、この9回裏に、ね、今日ホームラン劇が出るんでしょうか。ホームランを受けるバッターが続いてますね。また塩崎が抑えて延長戦に入るんでしょうか。そうですね、ハウエル選手、池山選手、橋上選手、この日本シリーズ第6戦、野球中継の方は一部の地方を除きまして、私ども5時58分までたっぷりと放送時間を取っておりますので、一つ延長戦に入ってもさよなら期待できますよね。すべて試合終了までお届けできるものと思います。しかし塩崎投手にはこれまでヤクルトは、それでは先ほど9回の表の2アウトからのこの大塚の主君のホームイン、本当に今映ってますけど、大塚選手が粘ってフォアボールで歩いて、しかもこのご覧のような素晴らしい滑り込み、これで日本シリーズで全国の方に名前をね、鮮やかなホームインでしたが、まあ、守る方から見ればちょっと中継のもう一個というところもあったんでしょうかね。やっぱ赤パリです、はい、からホームにつなぐラインがね、これ甘かったですよね、はい、さあ塩崎です。1本出ればもちろんサヨナラですから、ここはもうホームランバッターみんな狙っていきますよね。そうですね、まあ、調子を、ね、だんだんこう上げてきているハウエルですからね、はい、まあ、さっき、ね、同じようなタイプのカトリから打ってますのでね、塩崎投手の方はシンカーがどのぐらい決まるかによって出来が違ってくるんですね。はい、シンカーは、ね、良くなりましたよ、はい、良くなったけども、はい、もうこのハウエルに対してシンカー1本打たれてるんですよね。で今は思ってて投げましたけど、はい、ハウエル選手この表情、思い切って打っていきました。本当塩崎投手は顔だけ見てるとね、はい、優しそうで、なんかニコニコして、はい、今のストレートはどうですか。もう負けん気が強い、向かっていくっていう、もう記録しか入らないよね、これ。そうですね、いいボールや、こういう流れ放ってくるんですからね、もう調子もいいも悪いもないと思うんですね。なるほど、もう最後に残った記録、それだけだと思いますよ。はい、9番記録で三振を取りました。三振に仕留めました、塩崎投手。ハウエル三振、ワンアウト。そして第5戦でホームランを打たれました池山選手がバッターボックスに入りました。池山選手は今日は4回の裏の攻撃でホームランを打っております。延長戦で決勝のホームランを放った池山、今日第2打席ホームラン、まあ、5戦で打たれた借りはきっちり三振に取って返そうという気持ちで受け止めでしたね。キャッチャーが大宮でしたよね、はい、そうです。またリードが違いますからね。分かりました。ファウル。大谷さん、バッテリー怖いですね、この池山のホームランもね。そうですね、まあ、池山にホームラン打たれたっていうのはね、この塩崎が一番覚えてると思うんですよ、はい、このキャッチャーの伊藤がね、自分が、あそこに座ってなかっただけにね、ちらりと、少し手があるんですよね。ああ、そうですか。だから同じインコース、インコースっていう攻めは絶対にしないという、こういう時何考えてるんでしょうね。そういうものでこの打席がリードするんですよね。はい、第5戦は大宮があの時はマスカブってたんですね、はい。ワンナスイン、インサイドです。カウントワンワンになりました。9回の裏、7対7の同点、ワンアウト。それにしましても森監督もとにかくヤクルト勝たないと終わりですからね。そうなんです。9回のアウトからしかもいいところハウエル選手から始まったこの回ですから、そしてちょっと今度はまた野村監督の口がマイチモンジになりました。マイチモンジになりました。とにかくランナー入れてプレッシャーをかけることですよね。
さん、池山ですがね、はい、気分は非常に今日は乗っていると見てよろしいでしょうね。乗ってますね、あのホームランは完璧でしたからね。そうですか、池山選手対塩崎投手という形になりました。9回の裏、私たちが放送しているちょっと上のあたりに当たって鐘のような響きを出しました。ゴーンという響きになりました。それでツーナッシングになりました。キャッチャー出身の監督同士で始まりましたこの日本シリーズ。さすがにどの試合を取りましても、しかし本当にすごいゲームになりました。今日は一投に迫力のある日本シリーズとなりました。迎えています、第6戦、その日本シリーズを終結するかのようなものすごい試合になりました。7対7。ただ第5戦のホームランが頭にマウンド上には西武6番手の塩崎が上がっています。シンカーが思ったより今日のこの池山に対しては良くないんですよね。今のはねウィニングショットだったんですよ。本当はねボールになっちゃった。でもあの緩いボールの後のストレートっていうのは相当ねこうスピード感があると思うんですよ。引っ掛けました。さあこれを抜けていくか。ショート奈良原、よく取りました。ナイスプレー。あの皆さん見ました。ショート奈良原の軽快なプレー、ナイスプレーでした。素早くあの体勢から投げてしまう。今のはねイージーですよ。いやいや、スタートが遅れましたよね。これはね素直に褒めた方がいいですよ。これ投げるグランドプレーです。すごいじゃないですか。途中から守備固めて入っています。投げ方がまたすごいですよね。でもこっちから早いですよね。鍛え上げられています。西武ライオンズ本当小柄のね、そうなんですよ、選手ですが、もうさあそして2アウトですが、今日4安打という橋上がバッターボックス。バッティングもね、ホームランの後、ツーベースの後、ヒットヒット4の4。ここは辻選手、奈良原選手と来たらもう内野抜くのは難しそうですね。アウトコース、またこういうプレーがあるとピッチャーは助かったっていう気持ちになりますから、乗っていけるんでしょうね。いや、さっき9回の表にね、大塚が出て盗塁してっていうことをやりましたから、逆にヤクルトもね、この橋上が出て盗塁してね、でパリですね、ヒットとで、さよならというね、小林さん、この橋上にはストレート、ストレートできましたね。そうですね、ストレート、ストレートっていうのもやっぱりコーナーを丁寧に狙ってますよね。すでに4本のね、ヒットを打ってるんですよね。この5本打つっていうのはこう大変なことであって、フォアボールという可能性としたらちょっとこう薄いと思うんですよね。となるとやっぱり10回の表、西武の攻撃に期待しましょう。松沼さん、早めやとこの回を締めてますね。プラシン、ボールです。さあ時計は4時半を回りました。試合が始まりまして3時間57分が経過しました。今日も長いゲームになりましたが、もう時間を感じさせない、再現のない果てしない試合のように思われま す、すね。7対7の同点、大きいですね。第1戦続いてこの第6戦も素晴らしいゲームで、秋の夕闇がまもなく訪れようとしています。さあここどうするんでしょう。ツーストライクワンボール、どうですか。橋上選手ちょっと当たりませんね。秋山選手がガッツリ取りました。これで3アウト、3アウト。9回の裏、ついに7対7、日本シリーズ第6戦は延長戦を迎えます。攻撃終わりました。ヤクルトスワローズ、プロフェッショナルベースボール、延長戦です。ジャパンシリーズ、試合が12時33分に始まりました。今ちょうど試合が始まって4時間が経過しました。試合は延長戦、日本シリーズ、しかし今年の日本シリーズ3度目の延長戦ということになります。どっちに流れるのか分からないですね。延長戦になればヤクルトが勝ってんですよ。ピッチャーの、さあ森監督が決着をつけるのか、はたまた野村監督が押し切るのか。しかし9回2アウトからさすがに西武が意地を見せまして同点に追いつきました。この試合もね、延長戦で、そして試合は延長戦、誰かというのが表の攻防になります。バッターは途中から入っています。奈良原から始まります。奈良原が5番に入っています。奈良原選手が入っております。
守備固めで奈良原が入りましたの で, ここ で,、ね、もうすでにデストラーデは打順には入っておりません。ベンチに退いております。低下したということですからね、まあ、一発はないけども粘り強いって言われてましたね。マウンド上は7回から登板の伊藤。さっきは守備はいいけどバッティングだって言ってましたんでしたヤクルトは荒木の先発で始まりました。その後2番手石井、そして金沢、そしてご覧の伊藤が4番手ピッチャーの伊藤がマウンドに7回から上がっています。石若丸と西武ライオンズ石若丸、はい、そういう感じですね。この方がどちらかというと、はい、繋がりが、ね、こうできるんですよ、はい、その後は石毛選手、平野選手、伊藤選手と続きました。ライトへ持っていきましたがライトフライ、守備正面肩が掴んでワンアウト。畑選手がきっちり取りましてワンアウト。さあそして石毛選手がバッターボックス。八木澤さん、ものすごい試合になりましたから ね, 今後の展開 の, そのポイントになるというのはどういうところに行けばよろしいでしょうかね。一発ね、はい、やはり大きいのやっぱり気をつけていかないと、まあ、どちらもそうですけどね、はいはい、さあ今日はそのホームランを放っています石毛はバッターボックス、持ってそうですね。いやね、もう延長になるとね、はい、あの石毛も疲れが出てきますからもう年ですからね。だからあの1打席2打席目はいいですけどね、はい、後半戦は悪くなってくるんですよ。それと八木澤さん、はい、今日は両監督をテーマにわかりますけどねしてお伝えしてるんですが、今日の試合は監督にとってはものすごい試合でしょうね。もう私もまあ監督やってますけども、ちょっとやっぱりこういうゲームってあまりありませんのでね、はい、想像でしますね。はい、さあ高く打ち上げて、ショートの池山が構えています。ちょっと強振した形になりましたね、まあ、これもあのなんとか自分の1打でっていう、はい、まあ、あの西武の森監督はね、もう一つ明日があるっていうことで差し込まれてましたよ、今ね、1打席目、2打席目だと危ないものだったんですよ、今のところが、ね、少し心にゆとりがあるかなって感じがしますね。そうですかね、はい、野村さんの場合はもう今追い込まれた状態だと思うんですね、はい、今日取らないと明日がありませんのでね、出ましたね今日も。さてツーアウトランナーなしで、はい、盛り上がりませんよ、ね、バッターは平野、はい、7対7の同点、10回の表西武ライオンズの攻撃です。なんでしょうの伊藤、奈良原選手、茂選手に2アウトを取りましたが、バッターボックスに平野選手が入っています。しかし平野選手は4回の裏から守備でナイスピッチングを見せているんですが、小屋さん、あの大塚へのフォアボールが大きかったですね。そうですね、本当にもったいなかったと思いますけどもね、まあ、ただ今日のゲーム展開から言えばもう仕方のない1分だと思うんですよね。あ、そうですか、はい、これはやっぱりそこで選手が取ってベースを見ました。そのままキャンバスと1人で攻撃終わりました。10回の裏ヤクルトスワローズの攻撃は8番の初めてという感じにえらくあっさり10回の表終了です。さあこれから10回の裏、この10回の表は伊藤がナイスピッチング。さあこれから10回の裏、塩崎がどういうピッチングを見せますか。これからマウンドに向かうというところですが、92年日本シリーズ3度目の延長戦に入りました。攻防になるだろうというのは、ね、皆さん予想していらしたところですが、まさかこんなに青空が広がっていますこの神宮の上空ですが、まもなくこの神宮上空も夕暮れに包まれようとしております。しかし帰るお客さんは一人もいません。ヤクルトの方は13本のヒットを放っています。超満員のスタンドが続いています。6本のヒット、しかし点数は7対7の延長10回。あ、もうお日様がもう綺麗に沈みかけているではありませんか。スタンドの向こうにその夕日が姿を消そうという試合が始まって4時間5分が経過。日が沈んだったら、ね、でも今日は本当に普段4時ぐらいだと、まあ、西武ライオンズ球場なんかだとかなり寒いっていう感じですけど、10回の裏あんまり今日は、ね、寒くないですか。コンディション的にはバッターは今日なかなか好調のパリです。選手はプレーできるんじゃないでしょうか。もう本当一人たりとも席を立たないという感じの神宮球場。10回の裏ヤクルトスワローズの攻撃はパリです。タイムリーヒットが1本あります。
は3回そして7回にヒットを打ちました。当然延長戦ですからこの塩崎はこのまずパリデスに最大の神経を払わなければいけません。先頭バッターのパリデス、このバッターはね、はい、外に投げとけば大体大丈夫かなって感じなんですよね、なんとなくこう延長になって、田尾さんはこの塩崎の今日の出来はどうご覧になりますか。いいですね、いいですか、はい、あの1日空いてまたちょっとこうまっすぐにスピードが戻ってきたなっていう感じしますね。今のところはちょっと多いですか、はい、まあホームランで決まるでしょう、やっぱり裏が有利ですからね。そうですね、こういうあのフランチャイズ、それと田尾さんね、どうしてもこの裏の攻撃を取ってるっていうのはシンカーというのをどういう風になってきますか、まあ、大きくイメージすると思うんですがね、そうなんですよ、まあ、バッターの打席入りますと、あのシンカーが本当に気になりますね。延長戦になったので、はい、先が見えなかった、苦しかったっていう、まっすぐ待ちの方が疲れはないですけれどもいいんじゃないかなっていう気はします。まっすぐ待ち、はい、今日は現地だからもう疲れましたよ、これ全部変化球ですね、思い出しましたよ、確かにもう疲れましたよですよね、塩崎投手は本当に今まで4試合でした、第1戦、第2戦、そして第4戦、第5戦、回り込んだ、そうで5試合ですね、はい、第6戦と、いや香取と塩崎投手というところかなり詰まった当たりでした、活躍してますね。まっすぐに頭が出るので、はい、あのスライダーっていうのはある程度打てると思うんですよね。だけどあのシンカーっていうんですかね、あの球を意識するとそれ以外の球はちょっと手が出ないんですね。そうですか、このバッターがね、まあ、それが塩崎の大きな武器になりますね、はい、あのものすごくあの研究してるんですよ。あの第1戦あのツーベース打ったんですけども、はい、その後からねものすごく西武の投手陣が慎重にこう攻めてるのが旗ですね。そういえば畑選手のホームランでサヨナラっていうゲームありましたよね、シーズン中に。ありましたね、当然本人もね、そういう気持ちで臨んでるでしょう。いいコースに決まりました。伊藤としたらね、はい、バッターボックスの構えとかステップから見てインサイドはね待ってるんだろうという思ってアウトコースに投げさせてるんだけども、そのアウトコースをうまーくねレフト方向に打たれるか、だから悩んでるんですね。この畑選手もね、元はキャッチャーですからね、読みはね、やっぱりいいですよね。野村監督、森監督の表情が映っております。10回の裏ワンアウト、これでワンスリーになりました。表情はさほど変わりません、塩崎。選手が塁に出ればまた飯田選手回ってきます。チャンスがどんどん広がってきますが、どうでしょう。それでは勝利監督、野村監督にお話を伺います。監督、まずこの大歓声を聞いていかがでしょう。本当にいいですね。それにしても苦しい試合展開でした。まあ継投策の難しさを改めて
なんていうか認識しました。今日はですね、4回試合をですねひっくり返したんですが、選手の精神力というものを評価できると思うんですがね。そうですね、まあ失投を逃さずと言ってしまえばそれまでなんですけれども、今日本当 に2番3番4番を除いてはよく打ってくれました。しかし畑さんのさよならホームランで日本一に逆王手をかけました。今の心境はいかがですか。まあここまで来ればね、もうあとは本当に存分に選手たち最後の試合ですから、今日まあ帰ったら本当に楽しめと、もう結果はどうであれもう1年の集大成、とにかく楽しくいこうと、まあそういうつもりですけども。明日はじゃあ選手にもそしてご自身にもですね、楽しんで野球をやっていこうというそういう気持ちで臨むつもりでしょうか。そうですね、あんまりもう日本一だとか優勝だとかそういうことを考えずに、まあ、それぞれが本当に、野球やっててよかったというようなそういう、まあ、試合をしたいですね。どうも本当に今日は素晴らしい試合おめでとうございます。どうもありがとうございます。野村監督にお話を伺いました。さて続いてのヒーローはもちろん畑選手でございます。さあ畑さん、畑さんにもこの大歓声どんな気持ちで今来ました。いや嬉しいですね、ありがとうございます。今野村監督と握手をしました。心境はいかがでしょう。そうですね、まあ明日また頑張らなきゃいけないなっていう気持ちなんですけど、今日本当いいところ出ててよかったです。しかし自分に打席が回ってこいと常にそういう気持ちで待っていたんじゃないですか。いや9回で終わってほしかったですけどね。あの大塚君が前走塁やられたんで、僕のところで取られて、まあ、点取られたような感じだったんでね、なんとかつなげて点が取れたらいいなと思ってましたけど。あのホームランを打った場面、畑さんの心境としてはインコース来いインコース来いと望んでたんじゃないですか。イエス、まあとにかく甘い球を思いっきり叩いたら、あとはもう結果ついてくるだろうと思って、もうボールを強く叩くことだけ考えて打席に立ったんですけど。さあ泣いても笑っても明日いよいよ最後の試合、どんな気持ちで臨みます。まあ、とにかくチャレンジ精神でね、思い切ってやるだけです。今日の大ヒーローの畑さんでした、おめでとうございます。さあというわけで、さあ野村監督そして畑選手への、もう誰も予想できないストーリー、ヒロインタビューが終わりました。まさにドラマチックなこの第6戦となりました。もう神宮球場まだまだ最後幕を下ろしたのは畑のサヨナラホームランでした。ホームランで決着がつくだろうというような見方はされていましたけれども、ものすごい幕切れになりましたですね。そうですね、これで3回目の延長戦すべてヤクルトがものにしているわけですけどもね。もう今の1球っていうのはそれまでの外の球でカウントが取れなかったんでね、どうしてもカウントが欲しくなっていってしまったスライダーだと思うんですけど、畑の方は本当によく打ちましたよね。逆転して逆転してどちらも粘ってどちらも打ち勝って、そしてピッチャーが一生懸命投げていい試合でしたね。この結果なんだからしょうがないと。まあでもやっぱり西武としてはね、塩崎まで出して負けた、あとは1位しか耐えないということでね、これで3勝3敗、ヘルシーのとヤクルトがこういう勢いがね、また出てきた岡林君がいるっていうことでね、予想した通りでもいいゲームになることは確かですけども、阪神に続いてセ・リーグ2球団目の西武ライオンズを破る球団が出てくるんでしょうか。明日日本シリーズ第7戦、同じくこの神宮球場で12時半プレーボールということで、誰も予想できない1点2点また1点2点3点というドラマチックな試合になりました。それでは CM を挟んで今日の試合を振り返ってみたいと思います。の花が開いております。素晴らしいゲーム、延長10回、7対8、ヤクルトスワローズ。進化したエンジンには進化したオイル、シンセティック世代をリードするカストロール XF08。 名前はシャンダブ、インニク B1X 配合の入浴剤です。湿疹、冷え性、割り症などに効きますよ。さあラブー、武田の薬用入浴剤でちゅ。おいしい五目がベンチでできる、ちょっと贅沢、具が8目。
当五目ちらし寿司有機人類史グーはい目肩腰にエスファイトビタミン B ですエスファイトエスファイト目肩腰にエスファイトエスファイトビタミン SS 製薬若い娘はワッフーおいしいラーメンワッフーなんとかぼちゃとお揚げほらほらワッフーが新しいエースコックの和風ラーメン夜なんて朝すっきり夜なんて中外腸薬細粒はスクラルファートの働きで荒れ体を守ります。夜飲む食感に飲む中外腸薬細粒よく聞きます。中外製薬。さてまだまだ神宮球場では東京音頭が鳴り響いておりますけど、三塁側のスタンドは騒然とした状態です。歓喜の傘の花選手の見事なサヨナラホームランで1着がつきました。のいよいよ最後の第7戦に試合が持ち込まれています。今日を振り返ってみましょう。ちょっと振り返るんですが、私も全部ついているかどうか分かんないぐらい非常に複雑になっています。これは2回ですね、2回の表セーブ、ワンアウト満塁というところで、工藤の当たり、6号の3号当たったんですが、この回に1点セーブが先行したんです。ただ、スタオさん、この辺りはもうほんのジャブでしたね、これね。そうですね、終わってみれば。しかし、3回の裏になりました。3回の裏、7番の橋上選手。この回に先頭バッターだったんですけれども、橋上選手がすかさずホームラン、ソロホームランで1対1の同点としました。この辺りからだんだん両チームのカウンターパンチが出てまいりました。これもね、早めに同点しましたからね、はい、ヤクルトのベンチは本当にホッとしたでしょうね。そうですね、さらにですね、3回の裏に同点にしました。そしてパレデス選手がヒットを放ちまして、1番のリーダス選手タイムリースリーベースヒットが出るんです。先発の工藤からパルディス選手を二塁に置いて飯田選手が三塁打を放ちました。飯田も本当に気迫で2対1、3回の裏ヘッドスライディングを見せました。2対1と逆転しましたヤクルトスワローズ。このスリーベースヒットでこれで2対1とご覧のようにヤクルトが逆転。さあ、続いて4回のセーブライオンズの攻撃をご覧いただきましょう。しかしまだまだ1点2点です。デストラデ選手がヒットで出ました。そしてこの石毛選手にホームランが出ます。デストラーデを置いての逆転ツーランホームランが伸びました。これで逆転で、これ石井が打ったのが3対2ということになります。そうですね、このまま逃げ切るんかなと思いますけどね。これがツーランホームランですからね。そうですね、これで3対2となりますけども。そうですか、石井がうまいですよね。そうですね、しかし取られたらすぐに取り返したのが今日のヤクルトスワローズ。4回の裏逆転されたヤクルトですが、今度は池山選手に、池山が第5戦に続くホームランが、ツーランホームランご覧の団体ガッツポーズ。それで再び4対3、1点これは八木沢さんもぴったりでしたね。そうですね、本当に張ってて、そうですよね、瞬間のホームランですね。はい、これで4対3と逆転、まだまだ逆転はあるんです、ね、そのそ、ね、後ですね、逆転されたセーブでありますが、そして5回を過ぎまして6回のセーブライオンズの攻撃ですが、鈴木健の再逆転の代打、このように代打に立ちましたスリーランホームラン、鈴木健選手がスリーランホームランを放ちました。6対4ですね、6対4、この点差6対2、鮮やかな一発でした。2点差はきついかなと思われたんですが、これ見事なホームランです。さあ、でも6回4となって、その後の6回の裏に押し出しのフォアボールで1点、そして7回の裏ヤクルトスワローズの攻撃なんですが、これがハウエルの6対6になる同点ホームランが生まれました。これでスワローズが6点目、6対6の同点に追いついております。絶好調というムード最高になりました。この神宮球場あまり気がないぞっていうような、ね、感じを受けたと思うんですが、2アウトから橋上選手が塁に出まして、橋上選手にもパリデスのタイムリーヒットが生まれます。ヒットがあったんですが、この前に橋上の勝利が行きました。これで7対6、逆転です。そして迎えました9回の表、も2アウトで、まあ、これで間違いないのかなというところだったんですが、2アウト、そして秋山選手に秋山が中間へのヒット、これで1塁ランナーは少々落ち込んで、もうブリブリになる落ち込んで回してますが、スクリーンで球体クエアウトから思いっきり断裁断裁のが当たりの同点ですけどね。はい、9回の表ツーアウト取ってあと1人というところで、これで試合は延長戦に入りまして、そして10回の裏ワンアウトランナーなしで、畑野、
ワンアウト取った後の畑選手の打った瞬間のホームラン、これがサヨナラホームランとなりまして、8対7ヤクルトスワローズがこの第6戦延長10回1点差で戻りました。サヨナラゲーム、ドラマを書こうと思ってもなかなか書けるもんではありません。4時間43分ですか、5時間13分ですね。長い試合だったんですが、本当に壮絶な試合になりました。まあでも本当に時間の長さを感じさせないだけのね、いいゲームでしたよ。ポイントはもう全部じゃないですかね、ピッチャーも非常にね、一番難しかったのは継投ですよね。継投ね、ピッチャーの調子が本当に思った通りいかなかった。それよりも打った選手たちもね、本当ドラマの連続だったですね。褒めたいなと思いますよ、今日は。タオさん、継投の難しさというものを本当にこのあからさまに見せた試合ではありますがね。もう僕はね、野村監督の方が今日のゲームは本当にきついと思いました、継投もね。そうですか、森監督にはそういうムードはね、本当に切り札がいますから。だけど野村監督の場合はもう今日負ければ終わりなんでね、その中での継投でしたんで非常に難しかったと思います。監督経験を、今年1年お越しのその八木沢さんですが、この監督にとっては本当に今日は3試合相当のスリーヘル試合じゃなかったでしょうかね。そうですね、まあ、今のピッチャーの話が出てますけども、ピッチャーというのは変えていい場合と変えたら悪いという場合もあるんですね。で、継投というのはそこに難しさがあるんで、1点2点取られたからって変えてしまうと後々ボロボロになってしまうケースもあるし、また変えないとピッチャーがボロボロになってしまうケースなので、ピッチャーというのは非常に難しいですね。それがやっぱ現状に左右するんで、今日のポイントはもう大量点が取れる時っていうのはね、不平って言われる人たちがやっぱり活躍しないと、はい、ポイントはそんなに大量点取れませんからね。さてこれで3勝3敗でついに最終戦にもつれ込むわけでありますけども、いよいよ明日の第7戦に日本一が持ち越されることになりました。そうですね、石井と岡林ね、ここまで来たらビールかけやりたいですよね。明日は僕が攻めるのがいいと思いますね。石井がね、セーブは残ってる、しかしヤクルトは今日サヨナラホームランで勢いに乗ってるっていうことで、ね、時間があまりありませんが、タオさん、正直僕はあの勢いがヤクルトにあるんで、5分だと思いますよね。もう割れましたね、意見がね。もちろん岡林選手がね、5分ですか。八木沢さんはどう締められますか。僕はこの雰囲気からいってですね、非常に難しいですけども、ヤクルト若干有利かなって感じしますね。ヤクルト若干有利、でもね、この流れから言ったら、西武有利、ヤクルト有利、五分と五分、これだから野球が分からないようになりますが、さあ、夕闇が迫ります。神宮球場から間もなくお別れしたいと思います。壮絶な試合になりました。日本シリーズ第6戦、延長10回の裏、畑がサヨナラホームランで締めくくりました。解説、大谷貴子さん、田尾康さん、ゲストに八木沢総六さんを迎えしてお送りしました。素晴らしい試合を見せてくれました。それでは夕闇染まります。神宮から失礼します。いよいよ日本一が明日決定します。